はい、こんにちは。西部写真印刷の青木です。私が委員長を務めますマーケティング委員会では、月刊グラフィックサービス3月号でスクラッチ台紙を同封し、オンデマンド印刷で作るスクラッチカードを紹介いたしました。もっと知りたいというご要望に応えまして、本日は文教支部ダーツさんをお尋ねしました。実際にスクラッチを作る様子をご覧いただきたいと思います。私が開発したわけじゃないんですけど、こちらの台紙がございますけど、まあ、台紙のこのイエローの部分、これが特殊なインクで刷られてますんで、この上に重ねて、まあ、オンデマンド、まあ、カラーコピーで印刷できるようになってます。今回皆さんにお配りしたのがこちらのデータを渡して、これのデータを印刷することによって、こちらこういうものができる。まあ、この黄色い部分を擦ること、これが爪じゃない硬貨ですね、まあ、5円玉以上の硬貨で削っていただくと文字とか絵柄が出てくる、まあ、そういうようなものをCBJ あれスクラッチさんで、まあ、お作り開発したものなんですね。従来のスクラッチ、皆さんご存知のように、まあ、その宝くじなんかでも こすると、まあ、出てくる、まあ、それは、まあ、銀色のこすると、まあ、カスが出てきますね。でこれに関してはカスが出てこない、まあ、熱で、まあ、感じますんで全然カスが出ないんで、まあ、飲食店でやってもカスが出ないんで、まあ、非常に衛生的な部分がありますね。今当社に今 パターン的にはそのハガキ用の、まあ、下2分の1にスクラッチができるタイプで、あと、まあ、こっち側も従来から使っているカード、まあ、帯のこういう形ですね、まあ、それよりまだ帯がちょっと広いタイプ、まあ、こちらにはちょっと絵柄がもう少しちょっといろいろな要求に応えられます。ですね、ここに今一番問題はここに入る印刷物、まあ、ここを見ますとここに、まあ、黄色くなってますけど、この黄色のパーセンテージが問題で、まあ、黄色が濃いとこちらの方に移ってしまいますの で、まあ、薄いとまた削ってもちょっとはっきりしませんので、その兼ね合いが難しいと思うんですけど、大体まあその機械によっても違いますけど 10% からまあ 20% ぐらい、まあ、その自社の機械によって試してみていただいてですね、どのパーセンテージがいいのかご自分でお試しするしかないと思います。そうですね、まだ数は多くはないんですけど、まあ、こういうイベントがあった時に、まあ、そのグーチョキパー、まあ、そのゲストの方とじゃんけんをリアルにやるんじゃなくて、皆さん事前にカードを配っておいて、そのグーチョキパー確率3分の1の確率のこういうカードとか、まあまあ、ラーメン屋さんで、まあ、店長とじゃんけんする会にこのカードでじゃんけんして、じゃんけんした勝った人には次のラーメン
無料にするとか、まあ、グッズを差し上げるとか、いろんな使い方ができると思うんですね。ですからお店なんかにこれを置いてもらうと、まあ、反則につながるんじゃないかと思いますね。あとまあ遊びでこういう、まあ、ブラックジャックゲーム等も作ったり してます、まあ、最近やったので浅草の物町っていうことで、まあ、台東区ですね。で もだけやって物町で出たら当たり、物まね、最後にねぬになって物まねペケとかいう形で、まあ、いろいろカードに文字を入れて遊ぶっていうこともできます。名刺もそうですね、今年の正月に合宿交換会でやったのはここに大吉、中吉、小吉、凶っていうのも入ってまして、まあ、大吉当たった方には、まあ、私のポケットから小心を差し上げる、外れた凶、まあ、っていうのがあるんですけど、これは縁起の悪い凶じゃなくて凶からよろしくの凶を入れたりしてます。そうですね、まあ、実際に名刺が100枚、まあ、100枚単位でやれますんで、まあ、その100枚でも、まあ、こちらはこういうの印刷が、まあ、10枚でも5枚でもはっきり言えば1枚からできるわけですね、スクラッチが。ですけど、まあ、ちっちゃなイベント、まあ、その商店街でやるイベントとか、まあ、200人、300人、まあ、500人ぐらいまでの規模なんかですと、これを500人に配るとしたら、これを50枚プリントするだけでスクラッチができます。まあ、スクラッチ作るとなるといろいろな面で費用がかかると思うんですけど、このオンデマンドの場合は、まあ、そういう無駄な費用がないんで非常にコンパクトに収まることができます。まず自分の、まあ、名刺を、まあ、作っていただいてアピール、まあ、どんなものか自分でも分からないといけないんで、お客さんもなお分からないと思いますので、自分でちょっとこういうふうに使いますよと、それから徐々にお客さんはじゃあこういうものにしたいとか、ああいうものにしたいとかいうのが発想出てくると思いますので、とりあえず簡単なものから簡単なものを作ってお客さんにこういうものができますよとアピールして、それからやってもいいんじゃないですかね。皆さんのアイデア次第でなんか楽しくできると思いますので、よろしくお願いします。